ちょっとこれでテスト配信です。ね。ああ、疲れた。これ見えてっかな。電波大丈夫ですか？電波大、お風呂です。今、風呂入ってます。電波大丈夫ですか？僕が見たんだよ。電波大丈夫ですか？電波大丈夫ですか？まだやってんのってこと？はい、電波大丈夫ですか？廊下見たからなんか、いや、超疲れた。今日、無線 LAN 変えたんだよ。無線 LAN 変えて、電波大丈夫ってか。前のライ、電波大丈夫？前のライブ配信。こんばんは。電波大丈夫？大丈夫？あ、ほんと？あ、マジで？無線 LAN 買い替えたんだよ。その設定で超疲れた、もう。悪いけど寝みんよ、もう。通知で起きた。ざまみろ。ざまみろ。やっほ。ゆっくり休んでくださいな。録画見たら始まってた。録画じゃねえ、これは。リアルタイムを見ろ、リアルタイム。なんでこういう時は、さっきは通知でさ、400人ぐらい来たのにさ、今は通知来ねえの？ね、通知ってか、50人ぐらいしか来ないんだろうね。これなんか、通知は来る時と来ない時あんのかな、やっぱね。通知飛ばしてない時、飛ばしてる時っていうか、通知が来なかった。老眼、これは生です。いや、ほんと、つか、通知来なかった？な、あのさ、通知来るときと来ないときあるんだろうな。今まだあれね、14人しかいない。だから、来るときと来ないときやっぱあるんだよ。通知なかった、通知来なかった。通知は来てないよ。ちょっと俺からツイートしようじゃ。ちょっと待って。待って、今日本当にね、マジ疲れてるから、ローテンションでやるわ。ツイートしとこう、じゃあ。これで来るかな。電波大丈夫かな、本当に。鼻うがい見たら始まった。休みだったよ、今日は。ハイボール今も飲み始めてるよ。電波大丈夫かな、こんばんは。大丈夫か、電波。電波大丈夫ですか？疲れてるよ。買ってきた。無線 LAN の設定ずっとやってたよ、俺。無線 LAN の設定ずっとやってたわね、俺、本当に。マジで。こんばんは、お疲れ。無理える？あ、本当？電波大丈夫？バファロー買い、電気屋行って、無線 LAN 買い替えたら、今大丈夫？電波。よかった。みんな気がつか。いや、見えます。地味な作業。こんばんは、仕事が早い。いや、違う、仕事が早いじゃねえよ。夕方行って、ずっと設定やってたんだよ。多分、5時間ぐらい俺設定やったよ。設定難しすぎだろ、あれよ。無線 LAN の。超疲れた。今日も風呂早いし、いや、だから一応風呂でも届くかどうかってことで今、テスト配信でやってんだけど、で、よ、変えたか、買った、買い替えた。26,000円の買ったからね。成功ですね。よかった。よかった。26,000円に買い替えたから。昔使ってた高い、よかった。のぼさん、26,000円のに買い替えて、これで変わらなかったら、プツプツしない。よかった。よかった。これで変わんなかったら、俺マジでこれ今携帯ぶん投げた。携帯風呂の中にね、
入れた。いや俺それでね、夕方買ってきてね、そう2万7000円のやつ夕方買ってきて、でもってそれで5時間ね、設定でね苦しんでた。設定がすっげえさ大変でさ、カクカクしてな。よかったマジで、ウロ配信電波よかった、お疲れ様です。2万6000円のに買い替えました。事務所から金出ないよ、だからお前らがお茶爆して金を起こせ。いやまあまあお前らかね、そういう機材代とかでちゃんと使ってっから。いやでもよかったほんと。うん、最近電波悪かったの、そう無線 LAN の調子が悪かったから、うちんちの。それで今日はね買い替えて2万8000のに買い替えたんだけど、それね、よかったね。映像がめっちゃいい。わぁ、元気、元気ないよ。眠い、てか眠すぎる。設定だ。僕、ここであれね、あれ多分寝たまま死んでいいっすか？もう、本当に。さあ、で、とりあえず、でもできてよかった。後でバーファーログ。通知が不安定なのはなんかね、あ、通知障害はあるらしい、なんかね。うん、通知今日なんか来てないって人多いらしい。あ、お疲れ様です。あ、いつ寝てんのって、いや、俺今日寝てねえよ。俺だから寝てねえんだって、昨日から、昨日のライブ終わりから、あ違う、昨日の朝から、ライブ前の朝から。でもってライブ終わって朝6時まで俺キャスやったじゃん。朝6時までキャスやって、でもって3時間寝て、で運動しに行って、その後キャスやったじゃん。一応テスト配信で無線ランので、無線 LAN はなんかうまくいかなかったから、んで電気屋行って無線 LAN 2万9000円の買ってきて、でもって今買い替えて、そのせ、買い替えてその設定をね、頑張ってねいじって5時間ぐらい変わったんだよ、設定で。寝ろよ今は。でそうだこれ、いや違う、いやもう違う、こんな時間、いやもう、ね、すっげえ苦しい、その設定で。大丈夫じゃない、大丈夫じゃないけど、今ね、今日成功してよかった、本当に。2万、これでね、意識高い。いや、本当に意識高すぎだろ。こう、お風呂配信のために、配信のために睡眠削ってる。いや、これでね、何も変わりませんでしたってなかった、マジで。携帯沈めてるからね、俺、これ。ブク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 って。よかった、本当に、けど、マジで。よかった、俺泣きそう。いや、違う、本当にね。いや、値段はいいんだよ、値段は。泣いちゃう。いや、値段はいいんだよ。5時間かかったんだって、マジで。5時間ぐらいかかったんだって。設定に超苦しんだの。超疲れた。ガチで5時間よ、マジ。買った後。すげえ苦しんだ、ほんとに。うん。でもって俺ずっと寝てないから、俺何時間寝てねえんだよ、ほんとに。30時間寝てないんだよ。うん、やばすぎない。明日テレビ収録だよ。寝てください。そんなに設定かかんだ。いや、今回なんかいろいろとね、ちょっとなんかつまずいちゃって、ちょっとまあいろいろ、説明すると長くなるから、これ。うちも Wi-Fi 死んでる。だからもうね、明日テレビ収録大丈夫な、俺は聞いてよ。とりあえずけどよかった、マジで。これで風呂配信できるわ。免疫力ないと戦ってんだよ、手前が。違うよ。これで風呂配信とトイレ配信がスムーズにできるっていう。そのために俺は、2万9000円のね、嘘です。2万6000円の無線 LAN を買ったんです。はい。トイレ配信と風呂配信と、まあ、それだけのために。うん。まあ、みんなも見たいじゃん。風呂配信とさ。スムーズにさ、風呂配信とトイレ配信、見たいじゃん、ハイボール。トイレ配信いらんわ。いるでしょ。いや、そのために買ったんだよ、ほんとに、マジで。うん。そのために2万6000払ったんだ、俺今日一番高いのくださいって言ってかんねん。電気屋行って。見たすぎる、見たい。でしょ？海ハイ坊主、残すげえ頑張って言ってか。金はいいんだよ、金は別に。金はまだいいんだよ。設定が本当にね、超本当、泣き去ったんだ、本当もう。イライラすぎて、本当にね。俺ね、障子ぶん殴っちまってさ、壁に穴、障子に穴開いちゃったからね。うん。障子ぶん殴った。設定そのまま、お疲れ様です。今どうやって風呂配信した？いや、だから今までもやってたんだけど、
あのプツ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 と、あの回線途切れて配信が途中で切れたりしたの。そうそう。でも今プツプツしてないでしょ。苦労したんだよ、苦労しました。で無線 LAN の設定なんてクソ、え、何が、いや難しくない、ほんとちょっとね、電波良好良かったっす。いや本当にそれだけは僕のね救いです。俺今年一番嬉しいかもしんない。今年も半分終わりました。今年一番嬉しいかもしんない電波いいかね。バッファローそう、うん、変えた、買い替えた無線 LAN、 もう半分終わっちゃったけど今年一番嬉しいかもしんない。めちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。そんな大変だったんで本当に。設定でめっちゃ、もうこれちょっと説明すると長くなるから説明しないけど、いろいろつまずいたの、とりあえずいろいろと、うん、初見です。配信者の鏡ですよ本当にこれ。いやでもまあ配信者の鏡っつうか、いやまあお前らもね見たいじゃん、やっぱスムーズに、あの風呂配信とトイレ配信、俺のションベン配信とお風呂配信でこうやって言ってるとこをさ見たいじゃん。そのために俺は2万6000円払って5時間という時間をかけたんだよ、寝る間も削って。うん、見たい見たい、ありがとう。設定体かわいい、優しさ、トイレブグブグ、いやマジでマジで、いやマジでだよ。そんな調子悪かった、いや本当に悪かった。でも買い替えてね多分今良くなったと思う。本番やっぱ前のぶっ壊れたんだと思うよ。うん、こんばんは、見たい、ありがとう。5時間も普通にすごい、今までもらしたら有線で、だから今までは有線でやってないけど途中で切れたりしたの、無線 LAN で。今までの無線 LAN、 そう、ここ最近無線 LAN 調子悪くて途中でなんか配信が切れちゃったりしたの。そうそう、ぶっ壊れたの、だから前の無線 LAN で。今日買い替えて今もプツプツしてないでしょ。そう、プツプツだったじゃん。もうだから俺もうね、ここ2年間で一番嬉しいわ本当に。もうすぐ平成終わるけど、お疲れ様。お湯変えてないよ、だって綺麗じゃん。お湯は変えてない、だって綺麗じゃん。解決してよかった、本当はマジで。キラキラ元年になる前に変えてよかったね本当にね。ああ、元号は変わる前にね、服着てるんかいって、服着たらだからダメなんて言ってんじゃん、スイキャスは。ごめんなさい、先生のイラストめっちゃ良かったね。うん、ライブ配信とかも電波良くなるの、ちげえや。おい、無線 LAN はだから、おうちの無線 LAN だよ、お家の無線 LAN だから、お前、お家の無線 LAN とライブ配信の無線 LAN 別だろうね、あれ。最高言語、あ、言語。いや、ほんとクソ、もう今、ちょ、あれ、ごめんね。本当に頭ちょっと回ってません、のこさんで、酒もちょっと飲んでもう寝ます。オールバックって何が、風呂入ってんだよ。オールバックかっけえだろ、さすがに。俺だってさ3時間しか寝てないんだよ昨日の。だからもう一回説明させて、俺昨日の朝起きて、でもってライブやってね、でもって夜12時帰ってきて、でもうその時にバキバキだよ、筋肉痛バキバキでさ、ボコボコでさ、あざもいっぱいあってさ、でもってさ、それでさ、あの朝6時までキャスやって、でもって朝6時まで、6時から3時間だけ寝たんだ。3時間、朝9時に起きて、でそっから運動しに行って、でその後無線 LAN 買い替えないとなって、まあまあ前々から思ってたから、無線 LAN 買い替えないとって、だからそう思ってたから、それでちょっとテスト配信行ってキャスも、やっぱダメだったから、その風呂配信トイレ配信プツプツだったから、で電気屋行って、でそれで2万6000円のやつ買い替えに行って、無線 LAN ね、で設定で、そっからだから、もうさっき夜の9時か分かんないけど、夜の9時ぐらいまでだよとりあえず。うん、もう 4,5 時間設定に超めっちゃね、ほんと、うん、フラフラになっちゃう。俺フラフラですよ、もう。俺、このまま死ぬかもしんないからね。お風呂の中で、このまま入って死んだらどうする？寝よって。寝ていいの？ここで。知らないで、無理しないで。ハードスケジュール1キロ。で、キスするならダメ、知らないで、どこ来たよ。いや、プツプツじゃなくてよかったけど、ほんとに。知らない、死んだらダメ。
知らないで、本望じゃねえ、ヒゲよりヒゲ伸びてる、うん、ヒゲ剃ります、ヒゲ剃ります、たかし、それはめっちゃ困るから寝て、じゃあ寝ます。いや僕は嬉しいよ、イケメンだった。いや僕は嬉しいよ、今ふひっきないよ、じゃあ僕は嬉しいよ、疲れてるよ、でも嬉しいんだよ本当に。本当は失敗するかと思ったんだよマジで。2万円の買い替えてさ、ね、5時間設定してさ、いや本当また同じようにプツプツになるんじゃねえかって、いやこれ大成功して本当に嬉しいんだよ。多分ね、あれね、なんかコロンブスがね、初めてアメリカ大陸をね、見つけた時もこんな気分だったんだろうなって思う。不安そうだった、よかったね、またキャス、よかった、生まれ変わったら可愛い、何回よね、いや、いや、本当に、本当に嬉しい、マジで。いや、そんぐらい僕は、あのね、あの、頑張って旅してきたんだよ。お前らは知んないかもしんないけど、達成感頑張ったね、前髪ない、おめでとう、乾杯ね。よかったね、携帯そのまま風呂持ち、うん、携帯携帯、今携帯携帯、うん、今ガラケーだよ、うん、ガラケー、あ、頑張ってくれてありがとう。いやいや皆さんもね、いや皆さんのお前らのためにだよ、お前らもだって見たいじゃん、やっぱさ、トイレ配信、風呂配信、やっぱ俺新生かまっちゃんのね、俺のね、やっぱさ歴史だと思うんだよ、トイレ配信とさ、あの風呂配信って、マジでこの10年間の配信人生、それがスムーズに見れないっていうのは、俺はさ、みんなにとってはさ、結構いつもモヤモヤしたと思うんだ。だから、うん、だから全然それはね、ここはどこの海ですか、ね、ここはね、あの九十九里浜です。そうね、そこさんサンクス、うん、そんなに気にしてなかったけど、家広いんだね、届かないとか、いや違う、だから前のかって、いや広くないよ、ぶっ壊れたんだって、前のムセルランが異常に。うん、ぶっ壊れたんだって。そのヒゲ、何から行く？ちょっとお風呂本当に。お風呂入んのもちょっと久々だからね。お風呂入んのって、だって俺さ、昨日ライブ終わった後、風呂入ったっけ？入ったか？入ったか？はぁ、入った俺。入ったか？もう記憶にございません。記憶にございません。世の中の孫ごとなきすべてが記憶にございません。ソベさんありがとうございます。そう、ソベさんテスト足見てくれたね。そう、あのね、3万2000円のやつ買ってきたよ。うん、3万2000円のムセルラン買ってきて今成功しました。うん、このね、あの僕ね、やっぱ先ほど言ったように10年間のね、風呂配信のパイオニアとして、やっぱこれはちゃんとせねばと、無線 LAN をね、本当にね、まあ変えて、これでプツプツせずにこれからは届けられます。うん、ありがとうございます。うん、せねば早ねえや。海配信って何言ってんやが、はぁ、イランイランなくなっちゃう、なくなったよねってやが、嘘、え、アロマキビーのイランイランなくなったの、これ喉どうかしたの、いや、喉どうかしたのって、だから、ムセルラン設定でほぼ疲れたんだよ。ずっとタバコ吸った。さ、悪いけどね、明日ね、テレビ収録なんだけど、ずっとイライラしながらタバコ吸いながら、もうなんかやったから、喉潰しちゃった。アロマキウイのこれさ、ムセルランで喉潰れたの、そうだよ。いつの間にもうずっとタバコ吸ってたから、俺。イライラしてて。明日何時起きなの？今来た！何これ、何これ、これは、アロマキウイの、僕が使ってるシャンプーです。はい。もうずっとね、80年間使ってるやつです。はい。イライラなくなって、これ高いやつ、あ、いや、これ高いやつじゃない。あ、これも高いけど。これいくらだっけみんな。安そうなシャンプー。これみんな知んないの？女子力低い。女にこれ知らない人は、これ女子力俺より低いよ。
え、これさ、女性だったら知ってるよね、みんなね。本当にね。女だったら知ってんだろ。荒巻私の髪のアート。嘘、マジで。そんなんいるんだ。これいくら、これいくら、3000円もしないよ。1200円ぐらいだよね、確かね。え、知らんかった。いい匂いする。いい匂いするよ。うん、残されだからいい匂いするよ。1380円ぐらい。あ、そんぐらいか。でもそんぐらい。フルフルやめたい、やめたい。もうね、これ僕ね、あのね、ずっとね、26年間ぐらい使ったんだけど、そう、アマゾンで野子さん髪の毛いい匂い、そうしますよ、本当にマジで。野子さんで死にました。え、お前ら女子力低いな。女で。男はシャーダイとして。うん。それで洗えば野子さんと同じのようになります。でも僕は最近実はですね、最近ほんと2ヶ月前ぐらいに、もっとね、ブルジュアシャンプー買ったんです。これは1280円。でもって、コラージュフルフルってやつね。これいくらすると思う、お前ら。本当に。低いのか、海配信。どこ女子力高い。ブルジュアシャンプー腐ってない。ブルジュアシャンプーこれ完全。フルフルきた。これ3000、2000。それめっちゃいいやつやん。これめっちゃいいシャンプーだよ、マジで。2000、3000、5000。めっちゃことは3000。3000、4000、もっといってみよう。もっといってみよう。もう、5000、10万、もっと、10万、あ、10万行きすぎ、バカ。10万もするわけねえだろ。10万行くわけねえ。3000、6000、8000、6万、6万、8900円。はい。5600円。まあ、1万円、違います。ね、これね、本当にね、いくらするかっつうとね、3万円です。これね、3万円すんだよ。お前らびっくりっしょ。これ。コラージュ、高っ、嘘だろってあれが。嘘だろって嘘に決まってんだろ。うん。本当って。嘘って。高っって。なんだよって。嘘やろって。3万円のシャンプーなんてこの世にあるわけねえだろ、お前。おい。コガネムシでも入ってんのかよ。金粉とかよ。なあ。フルで3万とかした。3万とか髪どうなるんだよ。金粉とかコガネムシとか入ってんのかよ。これは、アマゾンで1720円なわけねえだろ。バカ。こら。俺ね、僕ね、2000円で買いました。はい。本当は値段覚えてる。いや、消費税込みだから2000。2080円。2080円。に、高くね？そんぐらいのこの高級シャンプーです、これは。はい。これはすごいいいですよ。はい。それ良いのかって、だからこれいいよ。めちゃくちゃいいシャンプーだよ、これ。これ使った瞬間に髪の毛生えてくるからね。はい。高え。なんでこんな、なんでそれ使われてんの？だからこれ使った瞬間に髪の毛が生えてくるの。マジで。だからハゲリスナー聞けよ、お前ら。お前らハゲは、ね、これ使った瞬間に、マジで、トトロの中のワンシーンのようにね、うん。すく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 って、ね。生えてきますから。うん。トトロみたくなのか。いや、トトロみたくはなんないけど。トトロみたくはなんないけど。皮膚科おすすめ。いや、でも本当に、これめっちゃいいシャンプーだよ。どっち使おうかな、俺今日。あ、コラジュールにしよう。昨日これ使ったって。ああ、怖い、ちょっと待った。待って。2000円、俺の2000円のシャンプーが。待って。うん、トトロになりたい。髪の毛生えるて。うん。すいません、ちょっと待って。アイス総選挙って何？アイス総選挙って。アイスの総選挙なんかあったの？そんなあったんだ。3000円だってば。え？あ、そっか、これ3000円か。嘘です。ごめんなさい。2000円違う、3000円です。あ、3000円だ。今テレビでやってるらしい。あー、あれな、アイス総選挙な。まあ俺が今日紹介したさ、昨日紹介したやつあるじゃん。シャトレーゼのさ、クリームソーダ、後でも紹介するけどさ、あれが一番うまいから。あー、なんだかんだ。あとはガリガリ君、俺がやっぱ推してんのが絶対トップ10には入るから。ね、いつも。俺もなんかお菓子ランキングとか前回さ、なんかさ、トッポだっけ？トッポかなんか押したじゃん。そしたらさ、あれさ、見事にさ、6位とかになったじゃん。な。うん。俺がシャトレーゼ好きってね。シャトレーゼのアイス、あとで見せる。見せるよ。クリームソーダ味。今売ってんだけど。新しいやつよ。うん。ガリガリ君ランキングさ、入るだろ。俺が押すやつは、ね、ミュージシャンもアイドルでも誰でもね、僕が押してる人は、僕に関わった人はみんな売れるから。これ3000円でした。すいません。てか、コラージュウルフ、これね、2000円じゃなくて3000円だった。うん。高いよね。スーパーで。これ3000円で。
でもって俺あのボディシャンもコラージュフルフル買ったから向こうにこれあるんだけど、このボディシャンこっちも2000、確か2000円。そうそうそう、なんでそれ買ったのって、何が無敵のあのスーパーマンになるよか、あれこれ2000円だから、これと2300円ぐらい合わせて、だから6000円だよ、シャンプーとボディシャン合わせて6000円だよ。はい、そうそう、ボディも毛だらけです。はい、今ちょっと見せられないけどな、結構、いやボディは俺そんなことないよ、お前ら 俺のライブでもさ、前回のライブで俺のチンコ出したやつ許さないからな、マジで横浜でよな、俺の服さ脱がしてよな、あのチンコ出させたやつマジでよ、マジ許さねえからな、ダイブした時に、ダイブして僕が横浜のライブでな、ダイブしてでもってよ、誰か分かんないけど変態野郎がな、変態ホモ野郎かなんか分かんないけど、女かどうか男かどうか分かんないけど、俺のズボン脱がしてチンコ出しね、出されて、あれレイプだからな、お前ら、あれレイプだぞ、マジか、マジだよ、自分でも出してねえバカ野郎、んなことするわけねえだろ、レイプだよなこれな、完全にレイプだよね。だってさ、これ俺さ、アイドルだったらこれさ、マジで犯罪案件だぞお前、事件だぞお前、これおいなあ、これおい、まあ、アイドルみたいなもんだから、お前これ今から俺警察にさ、あのさ脱がされましたってね、あの僕のね、あの僕の大切なあの陰部があのね、あの多くのお客さんに見られてしまいました、とてもとても悲しくてショックで今涙が止まりませんって、警察にお前電話したらよ、この野郎、お前逮捕されっかな、この野郎、自分で出すとか、お前、なくやないだろ、って野郎。お前、そうなの。俺、そういうことしないから、マジで。な。アイドルはあんなダイブしないし、するわ。でも、アイドルでもそんなことされないじゃん。俺は初めての、だからさ、例だよな。アイドルでさ、の子は SA アイドルってないか。アイドルでさ、な。こんな髪が美しいさ、髪じゃねえ、あの、顔も髪も美しいさ、アイドルがさ、ダイブしてさ、な。あのさ、ズボンこうやってずらされてさ、スカートずらされてさ、陰部がもう、みんなさんの大衆の目にさ、やられてよ。何言うんだって話や。お茶爆くださいね。あの今日ね、皆さんの、まあ、皆さんのためにっていうのもね、あの、大きせがましいけど、今日は3万円使ったんで、本当に無線なんで。はい、お茶爆ね。てかお茶爆さ、あのさ、できない、なんかね、できてないっていう、なんかリプライがね、一件来ました。あの、この時間の間に、お茶爆50か100だよ。確か50か100だよね。10とかでも、お金なんだっけ、お金になるんだっけ、俺に。50か100じゃなかった。10でもなんだっけ、ちょ、みんなだから教えて。あ、10は無理。なんかわかんないけど、10はダメです。50か100なんだよね。そう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 。の10はならない。うん。ちょっとシャンプーするわ。よっしゃ、遅れなくてごめんな、大丈夫だよ全然、お金に余裕がある人がこれ送りつけてきてくれてるから、皆さんありがとうございます、本当に。あの僕はあのね、やっぱね、長年やっぱやってる、活動してるだけあって、やっぱパトロンがいるからね、うん、石油大王がいるから、僕には、そうそうそう、まあ、無理しないでください本当に。僕はね、パトロンがいるってことがね、改めて分かった、ツイキャスやって。パトロン達、いや本当にツイキャスの収益システム始まって、俺にはパトロンがいるってのが、あの数多く、うん、いるってのが改めて分かった本当に。それは僕のカリスマ性でもあり、まあまあそういうこともあるわけです。いや、皆さんの気持ちもね、当然ありますけども、別にお金なくてもさ、僕にさ、捧げてくれるっていうね、ありがとうございます本当に。そうそうそう、まあパトロンっていうのもあれだけど、才能ある人にはいるよね。いや、だから要するにゴッホみたいなもんだよ俺は。死ぬ前の、俺はタトゥーと死ぬ前のゴッホだよ。言葉優しいよね。愛を送るよ。風呂入りながらシャンプー。これもう毎回は、お前らさ、説明してやっても。これさ、俺さ、よね、もうさ、ツイキャス始めてさ、本当にさ、俺さ、もう5年前から、5、6年前からさ、風呂配信するたびに言われるんだけどさ、
まあ昨日久々にさ、何のシャンプーもう誰か、めんどくせえめんどくせえめんどくせえ最初から見てくれ配信まあまあまあ、あのね、じゃあ僕優しいからコラージュフルフルのシャンプー使ってます。とりあえずこれ3000円のシャンプー使ってます。3000円のね、高いやつ。3000円のシャンプー説明したいと、あとなんだっけ、優しい、代わりに愛をたくさん送る。いや、ありがとうございます皆さん、本当にこれはマジで、うん、とな、まあやっぱ機材買ってっから、まず本当にマジで、うん、その配信機材、やっぱ無線 LAN とか、あとウェブカメとか、俺ウェブカメも2万円とかのいつも買ってっから、それ2台ぶっ壊れてっからまたそれとかも買わないといけないし、そうそうそう、機材とかだから、ね、使いますよ、マイクとか、そういろいろ、うん、配信楽しい。無線 LAN 買った。無線 LAN だから昼間だからプツプツだったじゃん。てか今はプツプツだったじゃん。あのニコ生とかさ、正規ニコ生とかでもさ、あのさ、風呂配信とかさ、プツプツだったわけじゃん。あのずっと。配信するのかね、割と豆だね。だから今日無線 LAN やっとさ、あのさ、あの2万、5000円のやつ買ってきて、それでね、良くなりましたよ。ほんとに。途中で音消えた。環境良くなった。よかったよかった、本当に。結構1年間ぐらい苦しんでたよね、俺らね。1年か2年間。初めて YouTube 見たのも、あー、ちょ、ごめんね。はい。これで、あんしゃ、初見です。初見の人3点、4点セットお願いします。6点セットぐらいしてください、もう。よかったね。眉毛はシャンプーしないの。眉毛はシャンプーします、たまに。うん、しねえバカ。ふざけんなよ、ほら。バカにしてんの、ほら。かっこいいだろ。てか、俺の眉毛ってかっこいいよね。やっぱ。なんか、昔なんかたまにバカにされするさ、ドキュンいるけどさ、これバカにしてるのドキュンだけだろな。これ俺の眉毛ってかっこいいよね。イケメン侍みたいだよね。うん、かっこいい。うん、好き。かっこいい。か、俺自分でかっこいい。眉毛太いよ。いや、男らしくてかっけえじゃんこれ。いや、俺の顔つきって基本的に男らダンディーな男らしい顔、男らしい顔つきしてんだよ。うん、イケメンとか、まあ、イケメンなら昔細かったって。ああ、あのね、スタイリストさんにね、あのね、眉毛切ってもらったことあるけどね。そう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 。前は細かった。いや、違う、そう、それ。スタイリストさんに、あの、眉毛切ってもらったことあるけど、もう最近はもうやってない。やっぱ俺はね、眉毛太い方がいいんだって。このゲジ眉みたいな感じの。男らしい顔つきしてんだよ、俺。ヒゲ、今もヒゲめっちゃ生えてるしさ。でも、ヒゲ剃ってみるよ。ヒゲ剃るね。明日テレビだから。うん。明日テレビ収録だから、俺。はい、剃らんの、剃るよ。明日テレビ収録、ライブ中化粧してるよって。ライブ中化粧もね、けどうっさだよ。けど俺昔のが化粧やっぱめっちゃしてたよ。20代の頃さ、俺さ、あのさ、化粧してた時さ、あれさ、ステージ出た瞬間に、なんだっけ、まあ、ステージ出た瞬間ね、でライブ終わりました、ステージ出ました、ライブ終わりました、でさ、ライブ後のさ、ツイッターのさ、リプライでさ、今日のこさん、あれなんか顔が真っ白すぎて、あの、体調大丈夫ですかっていうさ、リプライがさ、それはなくなりました。それよくあったんだよ、20代後半。発光してやれって、そんな。発光はしてねえだろ。ホタルか。発光はしてねえよ。じゃあ、感想、白すぎて。発光はしてない。白すぎて。じゃあ、発酵はしてないんだけど、白すぎて、のこさん、いや、マジでこの心配のリップが、本当にね、20代後半の時は、そう、自分でメイクしたりとかした時もあったから、そうそうそう、メイクの仕方がまだ初心者だったから、厚塗り。うん、そうそう、のこさん発酵してないよ。なんでそれ。何見言ったんだ、お前は。うん。よっしゃ、さっぱりっすよね。
良い声生まれたってね。いや決め顔って言うのさっぱりするから、いや今日は本当に気分はいいから、疲れて眠たいけど30時間寝てなくてね、頭狂ってっけど、ちょっとただ本当に無線LANが成功して、開会成功して、本当にそれは気分いいです、マジで。はい、本当に気分いいです。はい、マジでバッキバキっていうか、洗顔やろ、洗顔とさ、あ、てかさ、俺さこれ今までみんなに聞いたことないんだけどさ、あのさ、みんなさ、あのさ、洗顔とさ、まあこれ男、まあ女もひげ生えるか、ひげ剃りとさ、シェービングとさ、このね、ひげ剃りとあれ DHC って、これいつもどっち先やればいいかって、俺昔からね、これね、僕ね、太古の昔から悩んでたの。そう、太古の昔から悩んでたんですよ。そう、だからみんなちょっと教えてよ、洗顔からかな、どっちからなのこれ、わかんないんですよ、これ生えない、ヒゲ剃りが後なのこれね、声乾いてぶりっこしてねえわ、はい、ちげえボケ、そんなことしてねえ。うん、いやこれどっちやん、シェービングなんか可愛くぶる人ねえだろ今、おいな、おかしいだろこのタイミングで、やヒゲ剃りからどっちがさっきなのこれ、ちょ教えてこれね、本当に教えて。うん、赤ちゃんだって何がで、いや本当に教えてこれ、本当マジでさ、俺ずっとさ、太古の昔からさ、これどっちが先なんだろうっていつも、神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、お手手を開いてマンマン、あってね。なんでもないです。はい。はい。そういうことでさ、決めたの。洗顔が先、どっちなのね。洗顔、それ懐かしい。懐かしいね、これね。神様の言う通りってやつよね。石鹸どこ？石鹸これ。石鹸もちょっとなくなってるけど、DHC のこれ、マイルソープス。はい。うん。これ DHC のマイルソープだから、ちなみに。これもちょっと今ね、ペラペラ。これちょっとなんか、べっこ飴みたいになってっけどよ。べっこ飴じゃねえか、これ。なってっけど、これ、マイルソープス。カビがやばいって。じゃあ、どっちが先なの？どっちが先なの？これ。教えて。人間性表してるって何がだよ。イソジンが先？あ？ヒゲだと思う。ヒゲ剃り先？あ、ヒゲ剃り先？ヒゲ剃ってか、あ、洗顔、オッケー、ヒゲ剃りだよ。オッケー、オッケー。あ、そうなんだ。え、あ、そうなんだ、これ。へぇー。なんか俺、昨日今日でなんかいろんなこと勉強してる気がする配信で。昨日なんだっけ、あの、元号だっけ。元号って呼んでたからね、平成終わって、次のあの、元号は、キラキラ1年だーって。ね。あれね、元号なんだって。元号。そう、元号なんだって。みんな覚えた、元号、え、どっち、え、ちょ、元号な、あ、元号なんだって。お前ら、わざとじゃない、さ、あの、すいません、ごめんなさい。元号じゃなくて、元号なんだって。お前らね。はい。あの、元号、これ覚えすれんだ、バカ野郎。え、元号で、元号ね。元号。キキーン、はい、入りました。のぼちゃん、のぼちゃんメモリーに入りました。今。ね。のぼちゃんメモリーに入りました。あの、元号が。あの、新しく。我が輩は辞書である。ね。我が輩の辞書に不可能という文字はない。ね。ノコポレオン。入ってないぞ。入ったわ。完全に入ったわ。不可能という文字しかないわ。じゃあ、不可能という文字はないわ。うん。元号という文字しかない。元号な。元号。清々しい。いや、俺ね、ケイスケのことわかるんだよ。な、ホンダな。ホンダのケイスケ。な。ホンダの気持ちわかるわ。ホンダもあれ、中卒だろ？確か。うん。やっぱ中卒っていうのはよ、あのね、違うんだよ。別のとこにメモリー使ってっからさ、頭のメモリーを。そう。ホンダは可愛かったってね。元号の記憶を意外消した。うん、そう。清々しい。いや、だから中卒はやっぱ別のところで頭のメモリー使うからさ、もう漢字はもう全然俺だ、ほんとダメ。ホンダ中卒なの知らない。勝手に言ってる。名誉毀損だぞ、貴様。ホンダ中卒なって今お前コメントです。名誉毀損だぞ、てめえ。なあ、高卒だと思う。高卒に決まってんだろ、お前。ほんとにや。髪終わった。うん。あとでね、あのね、プッシャーすんね。プッシャーじゃねえ、シャワーすんね。これなんで間違えた今。シャワーするな。
ちゃんと今日ミストする、ちゃんとシャワーする、大学行ってんだ本田圭介、おい大学行って気を気をしいって、おい本田お前それでいいのか、お前これは。でもまあサッカーにねあんだけ夢中だとね、まあまあまあ仕方ないよね。うん、ストイックだもん、やっぱ本田圭介選手は。頑張ってよ。うん、本田よくやってよお前。うん、ずっと応援してよ俺、マジで。お前俺より一個下だけどさ、よくやってよマジで。お前のキックいつも見てよ、裏から深夜夜な夜な暗闇の中でお前練習してたな、その裏の草むらの茂みの奥から俺いつも見ててよ、キック頑張ってよお前、お疲れ様です。本田圭佑さん、初めてさんってつけるなお前にな。一個下とかそんなん関係ないんだ。うん、日本背負って頑張ったわ。うん、選手みんなもそうだが。はい、ヒゲ剃り、俺違う、どっちからだっけ、ヒゲ剃りとあのさ、あのどっち、ヒゲ剃りとあれなんだっけ、洗顔だ、どっちだっけ、お前ら教えて。ヒゲ剃り、あ、ヒゲ剃りさっき、オッケー。明日はテレビ収録だ、楽しみだ。山里さんと一緒だね、山ちゃんとトークね、山里さんと南海キャンディーズの山里さんとトークしてね、クソディスってもらいたいわ、目の前で。うん、俺のこと。うん、そしたらこっちもいけるからさ、むしろ喧嘩、いやだから違う、喧嘩っつうか違くて、トークした時に山里さんからめっちゃ言ってくれて、もしそしたらめっちゃ言えるんだよ俺。むしろ逆になんか何もないような感じだったら、あー俺からちょっとこんなことありましたね、こんなこと、山里さん、あのこんなこと山里さん昔僕らに対して、てか僕に対して言ってましたねって俺から言うけど、ただ謝る、なんかちょっとなんかやっぱね、あの時はみたいに来られたら、それはもう当然、いや大丈夫です、全然気にしてませんよって、全然全く気にしてません、いやいや、むしろ山さんありがとうございます、ありがとうございます、ものすごい本当にいい人です、あなた本当天才で、本当に頭の回転早くて、いつもあの華麗な司会っぷり回しっぷり参考にさせていただいてまーすって、はいね、俺ずっと言う。うん、だからね、あのむしろ来てもらいたいんだよ俺は。うん、来てもらいたい。うん、褒め殺しっていうか、いやけど俺はそう、本当にそう思ってる、山田さんのこと、頭の回転早い人だって。さあ芸能人頭の回転早い人いっぱいあるわ、成功してる人は。うん、トークあるんかっていうのがあるに決まってんだろ。いやもうだって南海キャンディーズ山田さんの番組だぞお前、それトークねえとかありえねえだろお前、この野郎な。あなあ、もういいよ、トークはあるだろな。あ放送日いつだろ知らん。はい、とりあえず明日テレビ収録でもって山田さんとトーク、俺つまうら新生かまっちゃんやって、まあだから来てもらいたいな、来てもらえたらこっちもいけるから、こっちもね、来てもらったらこっちもね、あのもう言えるからさね。前回トークなかった、あれ前回ってなんだよお前なんか別のバンドじゃないそれ、本当に。うん、なんかと間違えてない俺たちをな。あ、うん、なんかウーパールーパーかなんかとさ、別のバンド、それ別のバンドでしょ。うん、今日はお風呂は綺麗です、たちまち綺麗です、僕にしたら珍しくお風呂綺麗ですよ。今日だからシャワーいらねえんじゃねえかなって思っちゃう、こういう日は。じゃあ俺ちょっとね、はい、これはね、あの女性がね燃える時間がやってまいりました。ミストみたい、あーそれミストってシャワーね、あシャワーは分かったよ、やるよ、分かった。女性が燃えたいむ
萌え萌えタイム。女性がね、燃える時間がね、できました。だからブツブツできるの。シャワーしっかり流すか。いや、萌え萌えタイムでしょ、完全に女性からしたら。男のヒゲ剃るところって、え、それネットで見た？おっさん何してんだ、ネットで見た？うん、何萌え萌えタイムって。女性がなんか普通に萌えするっていうヒゲ剃るシーンとか、ああ、そうそうそう、萌えない、嘘、ネットで見、え、そうだ、見た、いや見たんだって、ネットで、そう、やっちゃ、ネットで見たんだ、俺やる、俺が言ったんじゃねえ、俺やる、ね、この野郎、おい、来る、ね、何それ、しゃあねえ、これ、俺ネットで見たんだ、俺やる、俺ネットに騙されてる、騙され、ネットで見たんだ、俺やる、俺のせいじゃねえ、俺やる、な、俺のせいすんな、俺やる、人によるは、まあ人による、え、ただね、お前ら一人もいねえじゃん、ってかよ、一人もいねえじゃん、電気シェーバーはね、俺ね、なんかね、なんかダメなんだよ、電気シェーバー。男のさ、リスナーはさ、俺の配信さ、多分さ、3人ぐらいしかいないと思うんだけどさ、まあ、ほぼハーレム配信だから、俺の配信って。男のリスナーに聞きたいんだけどさ、その3人に。電気シェーバーってさ、まあ、反りがちょっと甘くない？うん。ヒゲ剃り見て、まあやるな。とりあえず見たら少な。うん、3人ぐらいです。下手したら1人とか 0.5 人だぜ。うん、マジで。ほぼ女しかいないと思ってるよ、俺の配信って。うん、ハーレム配信だから、マジで。うん。この600人が、老年、もう、ほんと、600人の女の前でやってると思ってる、ほぼ。わい、男や。おい、男。でもさ、電気シェーバーさ、マジさ、あれさ、普通にあれさ、これさ、やっぱ、反りが甘くない？うん、あ、祖父江さんがいるわ。うん、祖父江さん一人しかいないだろ。あ、言ったらや。うん、アンケしてて、アンケなんかめんな、アンケ出やんの、これめんどくせえな。あ、てか、充電器忘れちゃった、携帯の。残り61%あるから、まあ大丈夫か。うん、充電器忘れちゃった。電気シェーバー嫌やね。俺も電気シェーバーダメ。全然なんか反りが甘いんだよ。うん。のこちゃんって意外と女好きだよね。あのさ、男でさ、な、あのさ、女性がさ、嫌いなやつとかさ、僕は女性に興味ありませんって。それはさ、あのゲイの方とかはさ、そうかもしれんがさ、そうでもない限りほとんどはさ、そんなもんね、チンコ追ったってるの決まってんだろ。なあ。お前何を言ってんだよ。今さら何をって、特に俺に何、今さら何をだよ。俺に言う。なあ、残さんだって。特に今さら俺に言う。ただ、そこら辺のおっさんずラブ。まあそういうのも、なんか最近な、お前らな、女どもにこびるようなよ。なんか漫画とかドラマとかあるよな。おっさんずラブとかよ。なあ、別にあれ否定しねえけどよ。なあ、これ燃えるの。うん、これ燃える人が、なんかネットで見たの僕は。ネットで見たの。おっさんずラブ、まあ、見てないからさ、俺何も言えねえんだけどさ。うん、燃えねえ。うん、燃えない。嘘そう。僕当事者ですよ。かっこいいが。何が当事者だってね。残さん見てたと、おっさんずラブ。いや、もうおっさんずラブ俺見てないんだよ。まだ。てか、そのドラマ、半沢直樹止まってるっつってんじゃん。半沢直樹止まってんだ、俺は。うん。あとはその前は透明人間。あと、香取慎吾のね、主演の。燃え要素ゼロ。あ、そうなの。ああ、それは本当に良かったわ。逃げっ恥を見てない。恋ダンスは見たよ。YouTube の。ね。みんなが可愛く踊ってるやつ。ああ、そうそうそう。夏井、反り方おかしくないって、おかしくないよ。うん。それ反れてるの、反れてるよ、ちゃんと。ああ、下からなんだ。俺はけどそう。下から、上へって。こうやって、下から上へ、こうやって。これが一番反るから。こうやってやるより、こうやってやった方が反れるんだよな。ね。これ男のやつを、まあ男っていうか、女でもヒゲ剃りするだろ。うん。お前らでもさ、別にヒゲ剃りでもさ、あのさ、普通にさ、股間とかさ、剃って、あの脇とかさ、剃ったりするだろ。な。性器とか、あ、性器のさ、あの、まあ周り、股間。股間とか、あの、パイパンにしたりとか。そういう対応することするやついるだろうが。な、そん時、そういう時、下から行った方が反れますよ。うん、脇はありません。するね、え、するっしょ。え、女性でもするっしょ。うん。ボーボー好き。いや、俺は女性？あ、俺が女性に、女性。女性はまあ、なんか別に普通であってもらいたい。オーソドックスでお願いいたします。勉強になります。うん、いや、オーソドックスで、お願いいたしまーすって感じ。普通つか。いや、俺はな、いや別にパイパンでもいいよ。
まあ、ボーボーは確かにね、ちょっとあれかな。ボーボーすぎるっていうのは。うん。そうそうそう。ボーボーすぎるのはあれかなって思うだけ。普通ってだから普通だよ。あの、特に陰部、股間、うん、股間のところ、整える感じ。うん、それが、うん、でもパイパンでも別に僕はそんな引きませんよ。当然。うん。そうそう、リアルな意見だよ。けど結構これ男性、あ、まあわかんないけど、まあ、男を代表としてね、あの、言わしてもらってる感じあるかもしれん。ツルツル好きなの？いや、好きとか言うわけじゃなく、別に、特に、あ、ツルツルだ、みたいな。うん。ツルツルだって人見たことあるから、俺過去に。うん。そうそうそう。代表しないでってどういうこと？ツルツル、ツルツルだって。あの、言わないよ。あの、あ、ツルツルだ。だけ。だけ。別に引いたりとかはない。うん。そうそう。明るいところで見たよ。うん。明るいところ普通に。それは見るよ。うん。そのなんかシャワールームで、一緒にシャワールーム入って、イソジン飲んで、うがいして、その時。あ、ツルツルなんだよ。うん。脱毛してんのかな？目の、あ、脱毛してる人もいるかね。うん。あれ、堀江さんとかさ、堀江門とかさ、堀江門とかもさ、堀江さん、いいんじゃん、堀江門。堀江門とかもさ、だからさ、あったわけだ、脱毛。なんか、そう言って、脱毛してってね、あのね、チンゲ。チンゲとか。ああ。そう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 。男でもそういう人いるらしいよ。いや、全然、いらっしゃいよ。別に、ホリエモンマジかって言うけど。いや、ホリエモンマジかって言うけど、結構いるらしいよ。それ、いや、剃ってるよ。皮膚痛める。うん。ホリエさん、俺はまあ、会ったことあるから。ああ、ちゃんとね、あの、おごってもらったし、飯もいっぱい。ね、高級なね、六本木で。六本木でその後あの思いっきりシャンパンゲロ吐いたけど、うん、あの時俺ちゃんと掃除したからね六本木本当に朝のさあの5時か6時までさずっとさもう超高い酒いっぱい飲んでで見せた瞬間にギューって六本木のマジ で、ね、でもその後近くであの蛇口のビーズビューってやってそうそうそう、それで、それを持ってきて、なんかもう、わっしゃわっしゃってやって。わっしゃわっしゃって、朝越しに。ネーミーのによ。うん。蛇口やってよかった、ほんとに。自分で掃除偉いって、ずし掃除してよ、うん。ちゃんとマジ、これマジよ。したよ、ちゃんと。うん。蛇口なかったら、多分逃げてた。もうどうでもいいや、こんな街って。うん。蛇口はたまたまあったからやっただけで、なかったら、偉いって言うけど、あの、あったからやっただけで、なかったら逃げてた。もう、うん。なかったらさ、もう、だって眠かったもん、何より。うん。そんなやる、いや、違う、蛇口があったから、本当に。うん。だからやったの。うん、普通に俺だってもうめんどくせえって思ったもん。普通やらんよ、だって。いや、だって頭痛いしさ、眠いしさ。いや、でも俺初めてだったからさ、俺さ、外にゲロ吐くなんて。あの、道、あの、下界でな。あ、家の中ではあるよ。家の中で、我が家とか、うちでは。あの、公共の場でゲロ吐くことはさ、俺初めてだからさ、すげえテンパっちゃって。そうそうそう。うん。じゃあちょっとね、いいっしょ。ちょっと目覚めた。さっきマジ眠かったから。ちょっとさっきマジ眠かったからさ。おでこ。ああ、目覚めた、本当に。で、ほんと。ひげ剃れた。目覚めちゃダメだよね、てかね。覚めなくていいのよ、そう。覚めちゃダメだよね。目覚めちゃってよくないよ。来たよ、なんでそんな。あの、すいません。今、風呂配信してます。目覚めちゃダメだよね。うん、明日けど、まだ、大丈夫。明日ね、俺ね、あの、皆さんね、あの、社会人の方々とか、社畜の方々とか、ね、学生のクソガキどもとか、ね、あとはクソガミ、クソニート、あ、クソガミとか言っちゃう。クソゴミのね、あのね、あの、クソニートどもとかね、自宅警備のやつらは、まあまあ朝早いと思うんだ。朝6時起きとか。
ね、五時起きとか、ね、九時起きとか。僕は、朝の、朝じゃない、昼の11時起きなんで、大丈夫です。まだ寝れる。昼の11時起き、俺は、社畜です。永久脱毛しようよ。何時入り、わかんのか、それを、だから、まあ、とりあえず、6時、まだ寝れるね。ニート朝を上ずる。うん。これがね、やっぱ、皆さんもこのステージに上がってこいよ。のこさんになりたければ、このステージに上がってこいよ、お前らじゃあ。ずるいとか言うんだったらさ、うん。のこちゃんってクソ髪？うん？いいよな、クソ33歳。いや、俺はいいよなとかお前ら言うけど、な、ずるいとか、羨ましいとか、な、楽してんなとか言うけど、ふざけんな！本当に。ふざけんな！本当に。これは本当にね、怒ります、僕。うん。おこです。うん。これは本当に。いや、マジで。これは本当に怒ります、僕は。そんなこと言われたら。うん。だから当たり前でしょ。うん。僕だってね、もう、何回も命を落としかけてきてるからな。うん。怒ってる。いや、僕はね、楽なんてしか、いや、何回も命を落としかけてきてますから。お疲れ様です、おやすみさん。俺何回も命をね、もう多分ね、ほんとリアルな回数言ってやろうか。56回ぐらい、命を落としかけてきてるからね、今までね。マジで。はい。楽なんかしてねえわ、ほんとによ。他のメンバーそんなこと、そんなことねえけどよ。な？他のね、うちの新生かまちょの他3人はよ。俺に限ってはほんと50、何回つったよ、俺今。わかんない。わかんないけど、そう、細かい数字わかんないけど、そんぐらいだよ。54回だよ。57回。わかんないけど、とりあえず本当に命を落としかけてきたから、な。マジで。いつ俺がボコボコにされたり、ボコボコにされたりとかもあるから、まあ本当に何回も命を落としかけたって言われる。これは配信、気違い外配信とかでもさ、なんでもいいけどさ、俺がめちゃくちゃやるたんびに、勝ったんや、勝ったんや。何勝ったんって。うん、生命力強いね。じゃあ、ラッキーなんだよ。ラッキーなんだよ。ラッキーボーイなんだよ。うん。あと洗顔だ。洗顔します。お茶爆洗顔をください。洗顔するんではね、皆さんね、金くれ。はい、金ください。はい、とりあえずちょっとね、この結婚みたいになってるの、本当に。新しいのちゃんとあるから、マヨソープ。うん、ちょっとこれちょっと、うん。これちょっとちゃんとやんないとね。石鹸どこのやつ？これ DHC だよ。俺、基本的に DHC です。マヨソープとか、あとは、ローションとか、化粧水とか。うん、基本的には。そう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 。だから、こうやって、皆さん、ちゃんとね、これね、若い子とか、特にさ、知らない人もいるんだよね。たまにだって、昔配信したらびっくりさせられたもん。ね。のだって、こうやってやって水つけて、これで、こうやって、こっちを身につけて、こうやって、これ使うんだよ。この泡シャンプー。泡立てネット、そう。泡立てネット使わないと、お茶ばかりざんす。泡立てネット使わない人とかいるからね。洗顔もそのお湯ってないが。うん。あんまり俺気にしないよ。てか、別にそんな気にしねえよ、なもんや。そのお湯につけるのとかさ、自分しか入ってねえから。うん。これが、な、ほんとにさ、なんだ？他のさ、やつがさ、なんかうちのメンバーなりなんなり誰なり入ったりしたらさ、そりゃね、俺しか入ってねえの。俺行ったらだって銭湯でこんなことしないよ。銭湯でもだって俺前のソープとかさ、持ってってんだよ。うん、銭湯でも。うん。銭湯でもそんなことしないよ。うん。銭湯でこんなことやったら、気違いだろ。なあ、当たり前だろって。いや、当たり前、常識あるわ、そんぐらいは。な。うん。銭湯でだから、そういうことはしないよ。だから、他人がね、入ってるお風呂、他人とかが使ってるお風呂だったら、さ、当然しませんよ。あとね、改めて、これね、もうね、何回も会心で言ってるけど、改めてね、はしょね、最近ファンだった方もいっぱいいらっしゃいますから。これ、洗顔は絶対10秒前だからね。これ、男性、女性、男性も最近さ、美意識高いからさ、洗顔してるやついると思うけど、男性女性諸君、これね、
本当に10秒以上やったらダメなんだよ。そう、つけすぎたらダメ。30じゃない、10。え、嘘、30、10、10、10、10って、ネットで見た。ネットで見た。うん。シエみたいな泡だな。あ、これ泡ネット。そうなの？え、やっぱ知らない人いっぱいいる。よかった、嬉しい。嬉しい。のごちゃん、高めの見物。刺さってるだけでいいの。Google 先生、そう、ネットで見た。けど本当に、10って書いてあった、俺は。30、50秒じゃ、あのね、俺は10はクレンジングじゃないの。わからん！ 30 だよ。あ、じゃあ、え、30なの？え、30なの？ 10、30。どっち？ 10、30、どっち？ 30 なの？そうなんだ。それ本当かいや。まあいいや、とりあえずお前ら今まで1分とか2分とか、ね、肌を綺麗にするために、な、お肌をね、顔のお肌を洗顔綺麗にするために、あの2分とか3分とかさ、10分とかやるやつとかさ、いるさ、キチガイ、いると思うんだよ。な、違う、あれ、あのね、必要なものまで落としちゃうの。要するにその10秒か30秒以上やっちゃうと、必要な油分まで、あの、落としちゃうの。あの、人間にとって、うん。我々人間にとって、地球にとって、ね、シャンプーとかもね、そうそう、シャンプーもそうです。そう、シャンプーもそうなんだよ。秒数、皮脂ね、あ、皮脂、そう。皮脂、必要な皮脂。皮脂。30で、30秒か。おい、なんだよ、10秒じゃねえのか。俺今は10秒でやった。じゃあ、まあ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 、でもいっか。うん、まあ、やりすぎるよりはマシだから。そう、でもほんと30秒らしい。うん。知らなかったな。あ、でもほんと、知らない人結構いるんだけどね。なるほど。そう。だから、ほんと、洗顔は、30秒以上やっちゃう、やったら、あの、むしろ、あの、要するに、この、あのさ、この、あの、ほっぺにさ、気持ちがいいさ、うるうるしたさ、ほっぺ、欲しいじゃん、みんなで。手に入れようよ、頑張って。おい、諦めるな。な、諦めるな。うん。うん。諦めるな。だから、のこさん、綺麗な肌。そう、なんだろう。のこほっぺ。のこさん、毒性高い。頑張る。イケメンすぎ。毛穴開きすぎる。のこ肌汚い。汚いわけねえだろ、ね、これ。おい、こら。お前、てめえ、この野郎。名誉毀損で訴えるぞ、この野郎、てめえや。な、おい。な、ふざけんなよ。おい。洗顔してんだぞ、こっちは。DHC。10秒。毎日。あと、俺、洗顔した後。よくさ、なんかさ、僕ね、なんかさ、夜配信さ、ツイキャスでもさ、ニコ生でもするじゃん。夜。11時とか。ね、この時間とか12時とかさ。それでな、のこさんメイクしてるーとかさ、な。違うんだよ。DHC マイルソープは、これ使った後、真っ白になるの、肌。うん。真っ白になるの。眉間のシワだから、あの、ヘッドカットの後つってんだろ、昔のライブのよ。これは本当にあの昔リストカットなるヘッドカットをよくやってたから、その後なんだよ俺は。はい、じゃあちょっと10、30ね、数えてね。じゃあいくよ、いくよ。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、30。はい。はい、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 はい。
おいピーチ、おい今びっくりした、ダンカン、おいダンカン、やめろ、ちょ待って、鼻にあった今、DC やってたじゃないですか。説明するね。あ、ほらちょっと綺麗になってる。じゃあ説明させて、今起きた事件。大丈夫じゃない、マジやばかった。今もうネタじゃない、コンテナあった、白くなってるでしょ。そう、DH 仕様だからさ、マイストップやると白くなるの、ほらね、綺麗になってるでしょ。ワントーン赤くなってるでしょ、マジで。だから言ったろ、メイクしてんじゃねえんだよ、俺の勝ちね。てかさ、さっきさね、綺麗になってる。だからマイストップはね、 DH マイストップはほんとそう、俺にとってそう、ワントーン白くなるの、あー、すごい綺麗。うん、とか、そうか、てかさっきさ、あの泡がさ、マイストップが俺なんか30って言ってして、その後さ、なんかこうやってやってさ、吸っちゃって息、泡が全部パーってここまで来た泡が食べたんちゃう、泡がだからここまでパーって来てだからびっくりした。えぐいね。いや、いや本当にね、今結構ガチで本当にね、あのね、ヤフーニュースに載るとかだったね、のこさんね。明日のツイッタートレンド独占するとこだったわね、新生かまってちゃんね、新生かまっちゃん、まあまあ本当に新泡、いやマジで明日テレビなのに、うがいしました。あー、ちょっともうやることやったかな、やること大体もうやったね。うん、ボディシャンしたいけど乳首映せねえからさ、そうそう、ツイキャスってだから俺服着て入ってんだよそう、てかさ、風呂配信やってるやつって本当にさ、俺以外見たことないんだけど、ツイキャスで。ニコ生だったら過去に何人かさ見たことあるけどさ、うん、まあ風呂配信なんて俺しかやるやついないのは、スケチクビもダメ。うん、いやダメじゃないっしょ、スケチクビは大丈夫っしょ。うん、めんどくさいからね、ニコ生いたよね、なんか見たことある。うん、そう、だからだから僕だってこんな普段からさ服着てさ入るわけないだろな、脱いだらバンになるんだって。だから脱いだら俺一回だからバンになったことあんの。うん、あの風呂配信で、うん、なんで乳首出したのバレるのって、何が、それはだからあの探偵さんがいるからだよ、探偵さんがうん、マウスオープ、うん、ニップレスって何それ、大変だね、本当にバンなの。うん、俺だからバンだった。バンってか、おすすめ規制とかそんなんかな、そんななんか A 版とかそういうひどい版じゃないけど、おすすめ規制とかかかった過去に、マジでこれ本当に、うん、マジこれなんか何年か前だけど、そうそう、久々に規制はありそう、ただそう、おすすめ規制かかったの。うん、てかだから昨日久々にさ、だからさ、もう 4,5 年ぶりだよ、ツイキャスで俺風呂配信やんの。うん、見てるみんなねえ、見てる、久々だよ風呂配信、ツイキャスの、あの時のリスナーいるねえ、生きてる、元気見てるねえ、5年間いろいろあったね、4年間ね。うん、あ、見てるよ、いるよ、そうだっけ。うん、いやでもほんとそんぐらいぶり、マジ4年ぶりぐらいだよ、マジツイキャスで風呂配信は。うん、早いね、見てるよ、見てるよかった。じゃあちょっと僕んちのね、スーパーシャワーを久々にだから見せましょう。昨日も見せたけど、まあ改めてね、昨日 見れなかったっていうね、人たちもいると思うから、俺のね、このね、あのね、2万6000円のシャワー、嘘です、2万6000円じゃない、これ1万5000円だ、1万5000円、そうスーパーシャワー、さっき見せちゃったけどね、マトアロマキビですか、違いますよ、これ俺ずっと使ってんじゃんけど、聖域ニコ生、俺の会員限定聖域ニコ生とか、ニコ生見てる人はさ、わかるじゃん、知ってんじゃん、見たい。うん、これこの、その前こちら見つかった、これ高いよね1万5000円ぐらいしたの。だからお前らのさ、な、一般家庭のシャワーはこれだよ。はいはい、まあシャワーですね。ただ僕んちのこのスーパーシャワーは、な、1万5000円のスーパーシャワーは
なんとミスト機能付き、あの高級ホテルとかにあるやつ、これをねカチッとな、カチッと変えるだけで、すごない？これ気持ちいいからね、マジで。ラブホシャワー、いやこれ気持ちいい。すごい。さっきの泡がちょっとやべえ、もう本当に。まだ使わってんだけど。すごいよね、これ。あともう一つ機能あって、泡残ってる。うがいさせて、マジで。さっきマジで、俺、さて、マジで俺バブルマンに殺されかけたんだけど。だってうがいさせて、最初に。商品紹介する前に。俺、バブルマンにマジ殺されかけた。何が白目ってやん。いやーほんと殺されられた。飲んだ？飲んでないよ。大丈夫？大丈夫じゃない。なんかやばい、明日歌えないかもしれないね。明日歌えないかもしんねえ、このままだと席出てやばいんだけど。残ってド M じゃねえバカ。うん、まあド M の時もあるけど、やばい、明日歌えないかもしんねえ、これままだと席出て、バブルマン、バブルマンでやられて。あとはこれね、最後に、最後の機能はこれね。これはちょっとね、あのすごいっすよこれ。奥さん、これまあ俺はまあしないけど、掃除とかに多分いいと思う。これ隅々の掃除とか、マジでマジで顔にやるわけねえだろ。滝行やったことあるんだって。じゃあ俺ね、じゃあニコ生でさ、これ過去にさやったことあるじゃん。まああの見たことある人いると思うけど、これ違うんだよ。あん時しかもさ、ニコ生の場合さ、パソコンがあったからさ、パソコンがさもうずぶ濡れになってぶっ壊れたんだよね、パソコン。本当にパソコンぶっ壊れたんだよね。ひどかったよな、あん時な。うん、お風呂掃除したい。そう、いやこれけど頭皮にやるんだって。一応これけど今のやつ頭皮にやるようだよ、マジで。うん、もや水鉄砲痛そうだった。いやこれ頭皮にやるようだよ、これ今の機能。なんかちょっともう飲もう、ちょっと本当にくっそー、サンダーじゃない、サイダーハイボール。ちょっとね、あのね、ハマってます。あの1時間前からちょっと飲んでんだけど、あの設定終わってね、無線ランのやっぱうまい。サイダーハイか、サイダーハイボール、うん、やっぱうまいわこれ。これちょっと一回やってろっかな。俺今気分いいから、うん、気分いいからやってやるよ、面白がらせてやるよ、お前のことは。日曜日だしな。テレビより面白いことやってやるよな。これマジで痛い感じね、これやばいね。いかがです、痛い、これ本当にやべえんだって、マジで本当にやべえ。いくよ。
Ahem.